こういうい動揺を一緒に歌っていますと時間の浪費ではありませんこれ全部アルファ派に変わることです、はい、だからこの歌,こう歌がニュースタートにとても大事です雑念がですねなくなりますだから講義の前にこういうことをするかといいますとでもベタタ派からすぐ 講義に入ると周波数があんまりありません。だから前もって周波数を合わせてそれで講義を始めるのです。わかりますかだから歌を少しやめた方がいいなと思わないでください。実は歌がもっと楽しいかもしれません。今日はですね 自家免疫性病気に関してお話ししたいと思います。自家免疫症の病気、病名が少しすごいですね、自家免疫症、私の体には免疫体系があります。昨日皆さんに写真をお見せしたように、私の体の中には免疫の体系がありますが、免疫の体系が抵抗力をコントロールしています。 で免疫体系で最も中枢的な、総司令官的な細胞は何ですか ?T リンパ Q です。それで昨日ですね、見られましたが、再びまた見ますと <laughs> T リンパ Q ですね。体に病気が。 入ってもこの T リンパ球は皆さんの指示を受けて病気があるところに行くのではありませんね。皆さんの指示を受けるのではありません。誰の指示を受けますか握手しなければなりません、はい。前に来たので本当に気分がいいです。 希望が見えますさてだからこの体に病気が入りました私自身が指示したのではありませんしかしどこに菌が入ったのか知ってしかしまた私を 守ろうとするその意思が T リンパ球を菌があるところに発見するのです。その意思を私たちは愛と言います。そうですね。それは私の命を破壊しようとした帰ってきた菌を病菌をそれを破壊して私の体を保護しようとするのは愛ではないでしょうか。だから皆さんも知らずして 95%の無意識の中にこの愛のエネルギーすなわち命の息が働いているということです。わかりますかそういうものをだからイーサ,ングリーサングの目が皆さんの目より少し明るいです。こういうのを見たらああ あの世になって抗体を生産して病菌を殺すんだで終わらないで終わらずそれは事実ですところがその事実の裏にある真実を見ることのできる目その目を持ったら皆さんは治ることができますその背景 に働く愛を見る目それですね。だからこの T リンパ球が本来はこの石に反応します。T リンパ球はとても敏感です。T リンパ球のように白血球の一種でありながら皆さんの思いに、人間の思いにこれほど敏感に反応できる細胞はありません。 だから科学者たちは T リンパ球を一致命他の言葉で血液の中にある循環している脳のかけらではないだろうかというほど皆さんの思いに T リンパ球は敏感に反応していますすなわちこれを発見した科学者たちがこれ以上免疫学を免疫学と呼びません 免疫学を何と呼びますか精神免疫学と呼び始めました。サイコ・精神サイコですね。サイコ・イミノロジー。サイコ・ューロ・イミノロジあるいはサイコ・ューロ・エントクレイン・イミノロジと呼びます。精神があれば、その精神が神経に伝って神経が結局脳・脳・分泌・ アドレナリンかエンドルフィンかそういうのを決定します。それを決定して、結局は、メ疫体系イに、T リンパ球に影響を及ぼす。だから、サイコー・ネュロンニューロ,ーューローは神経ですね。エンドクリームは、脳・分泌、ホルメンケイトウ。サイコー・ネューロー・エントクレビューそういうを短くして、サイコイミナルジーと呼びます。 それで精神免疫学最近は心理学もただ心理学ではありませんバイオサイコロジーだから生物学的な根拠を持って心を研究するものであるだから心と体が一致しているのであるというのが それです昔はただのサイリカロジー心理学ただのバイオロジー生物学というふうに分けられていましたが最近に来ては有数なその一流大学でバイオサイコロジーというふうにします生物学と生物学的心理学なぜならば生物学その体がどのようになっているか遺伝子がどのように なっているかを知らなければ心理学も知ることができないからであります。また私の精神が、また心がどのように回ったら私の体にそういうい影響を及ぼすのでバイオサイコロジーそれを合わせて勉強をするのです。それで T リンパ球はいつも免疫体系の中枢です。こ,のこいつらがみんなそのこの者たちが全部 免疫体系です T リンパ球は抗体を生産しこの存在は抗体手上にかかった病菌を捉えてそして病原菌を完全になくすそういうこういう体系を免疫体系と言いますこのシステムこの体系がうまく回るとき私たちは抵抗力が強いと話し もしこの体系がうまく回らなければ抵抗力が弱いというふうに言うのです。自家免疫的病気とは何かといえばこの免疫体系の中枢の役割をしている T リンパ球の中にプログラムが変質されます。遺伝子の変質がもたらされます。それで T リンパ球が 自分自身を外部から侵入してきた敵であると誤解して攻撃するそういう病気を自家免疫病と言います。わかりますかだからこれは外部から何か病菌菌かバイラスウイルスとかが入って病気ではなく 私自身の中に私自身の T リンパ球が変質さ,せされて私を攻撃するのです。私が私を分かりますかさて私が何回もこのニューサートの焦点は何か遺伝子は文字でありその文字は意味を表すので遺伝子は何に 石に反応するというのが遺伝子のニュースタートの骨組みです。いい石にはいい反応をし、悪い石には悪い反応を見せるのがこれがニュースタートのもう中心です。そうすればこの T リンパ球の中に入っている遺伝子がどういう意味に石によって変わったのでこの T リンパ球 球が本来はがん細胞、バイラス、こういう外部から入った私を破壊しようとするのを選んで正確に破壊して私の健康を維持するこの免疫体系の最も中枢になる T リンパ球が一体どのようにしてその遺伝子がどのように変わってどういう意思に変わったのでこの T リンパ球が私を 私を攻撃して殺す T リンパ球となったのかそれを深く考える必要があるのです。こういう病気にはどういう病気があるかといいますととても種類が多いです。昔、韓国にはこういう病気はほとんどなかったです。一番皆さん 日常生活で一番よく見る自家免疫病はリューマチス性関節炎です。この病気は本人の T リンパ球の遺伝子が変質されて本人の関節組織を攻撃して関節に炎症を起こして関節炎になるのをリューマチス性関節炎と言います。皆さんの中でループスという病気にかかって 来らられれた方がおられますループスという病気はどういう病気かといいますと自分自身の T リンパ球が自分自身のすべての,その広がっている毛細血管をけその攻撃して毛細血管に炎症を起こすのですこのループスの病気にかかわるとどうにも以上。 にもも異常をもたらす全部毛細血管があるので全身に毛細血管があるので筋肉にも炎症が起こりえ肝臓にも炎症が起こりえそしてループスという病気を全身性全身性全身に赤い反転ができて後半後半その赤い丸い反転ができるのを結局それは 毛細血管に炎症が起こって結局その部位に酸素供給がうまくならないのでそれがちょっとよくなくなります。それを脳症という病気はもう英語ではシステミックシステミックシステミックループス エリテマトススと言います。エリテマトスス、これは赤い斑点です。だから韓国で言うと全身酸赤い斑点の脳症症こういう病気です。その結果。 肺動脈そういう圧が高まるそういう現象それはまれに見るそういう現象ですがこのループス全身性この赤い斑点のそういうのが治ったら全てが正常に戻ることができます皆さんの中に脳内障にかかった方もあります これも典型的な自,自家免疫性病気です。T リンパ球が変質されて、私の目の構造がとても構造を見ますと、この液体が、えっ、ー、と、緑内障ですね、緑内障。そういうふうに疎通するようになっていますが、 とても狭いところを通過していきますが T リンパ球がこの部分を攻撃してここに炎症を起こすとここが腫れて液体が疎通されないので目の圧力が上がるのですそして視神経も攻撃して視力がどんどん悪くなるこういう病気は結局はまず 外部から入ったそういう病菌犬によってなるのではなくて私の T リンパ球が私自身を攻撃してできる病気です。T リンパ球はどうしてこういうことをするのでしょうかでそういう質問をするしかありません。結局は全ての ィーリバ a q が変質されたのはその中にある遺伝子が変わったという話ですそしたらその遺伝子は石に反応する人の心に全ての病気の根があるということを遺伝子は証明しています最近若い女性たちが原型脱毛によくかかります それは、変質された T リンパ球が頭皮に行って髪の毛を生産する毛根細胞を攻撃して殺すので結局は髪の毛がよくこう抜けながら脱毛症腎臓を攻撃するとし子宮体。 サンファンが自家免疫性病気にかかりました。子宮体、自分の T リンパが自分自身の腎臓を攻撃してできるそういう病気です。現代医学的には解決方法はありません。現代医学的にはどのように治療しますか、皆さん。サンファンがどういう治療を受けましたかサンファンが受けた治療は、皆さんどういうリウマチス関節炎 どういう病気例えばこういうすべての自家免疫性病気にかかったときする治療は共通に同じ治療です治療原則は何でしょうか ?T リンパ球を殺す治療です T リン,リンパ球をだからステレオイドホルモンをその与えると死にます免疫抑制剤 主に治療は免疫抑制剤を処方して、だんだんともう次々に T リンパ球を繰り返して殺すしかありません。それでは T リンパ球をどんどん殺しますと、もう健康に本当に悪いのです。 免疫抑制,をするので抑制をするので免疫体系システムが必要ですがだから他の病気にもっとよくかかるようになり抵抗力が弱い人となり究極的にがん発生率を高めるそういう現象をもたらすのでありますさて皆さん臓器移植をした時私が腎臓を移植をした T リンパ球があ私の,その腎臓じゃないというのを T リンパ球が認識します。それで T リンパ球がすぐの腎臓を攻撃します。だからどういう種類の臓器を患者が受けてもいつもどういう治療をしなければなりません。免疫抑制治療をしなければなりません。この移植された 臓器をよく保存するためには、仕方なく T リンパ球を殺す治療をしなければなりません。それで免疫抑制治療を受けている、そういう、そういうの、どういう反応ですか、T リンパ球が移植されたその臓器を殺そうとするのを拒否反応と言います。 移植を受けたからといって肝臓移植した腎臓移植,移植したからといって状況が終わりではありません移植してからはその免疫抑制剤をどんどん食べなければいけません一生食べなければいけませんだからそういう人たちはがん発生率確率がとても高くなる可能性がありますとにかく現代学の治療というのはこのように完璧に 病気を完全に治療する治療法はありません。結局は遺伝子が回復され、その遺伝子は生活習慣の中において、石の中において変質されたもの,なので、その本質的な生活習慣と思いが変わらない限り、副作用が多い治療をどんどんするしかないのであります。さてそれで いろんな種類の病気がたくさんあります。皆さん、あるいは何か聞きたい病気があったら聞いてください。こういうのも自家免疫病なのか。小,化小児糖尿病も自家免疫病です。子どもが病気にかかります。4歳、5歳しかなってないのに、6歳しかならないのに。 糖尿病にかかります T リンパ球が変質された自分の膵臓に行って膵臓の中にあるインシュリンを生産する細胞だけを選んで不思議にもそれだけを破壊するのでインシュリン生産がならないので扉を開くことができず糖尿病にかかるそれを小児糖尿病と言いますそうしますと人たちはこのように質問します先生 もう子どもが何がそれほど悩みが多くてそういう病気にかかりますかでそういう場合は、主にお母さんがお腹にいた時、主にこの自家免疫病によくかかる性格があります。自家免疫性性格ということができます。どういう性格かと言いますと、とても内省的です。内省的です。内省的。 それから自,自己主張が強くて、人の意見をよく聞かず、そうでありますが、外部的にはとても優しい人。なぜなんですか周囲の人には、害は、その、害を及ばさない、内政的。 気質ですね、自分が損しても、周囲の人たちには損を及ぼしたくない、完璧主義で、プライドがあって、もう恥ずかしさを感じたりする人たち、周囲の人たちを見たらとても優しい人です。それで、だから性格的に男性がよくかかりますか、女性がよくかかりますか、女性が圧倒的によくかかる病気が。 この実家免疫性病気ですがもし男性がかかったらちょっと女性的な傾向を持ったそういう男性たちがたくさんかかる病気です私もリウマチ性関節炎を若い時そのわずらいました私も本当は内性的で自家免疫性性格を持っています人に害を及ばさないでおよと私が犠牲したりもうそういう もう喧嘩したくないある人たちは喧嘩するのが本当に好きですだから私はあもういいもうもう喧嘩するよりはだからちょっと損しても犠牲してもそういう性格が自家免疫性性格です私もこのニュースタートを通して性格を少しこう開けて少しもう 分別のないもののようにそういう振る舞ったりしないと多分リウマチス性関節炎がとても悪化してしたと思います。今はとても良くなったようです。ところがこれがもう過労するとき現れます,のす。膝がちょっと痛んで少し自家免疫症が現れる。どうして過労すると現れるんだろうさて皆さん。じゃ 根本に戻ってて考えてみましょうどうし,てどうして私の T リンパ球が T リンパ球はもともと考えに思いに敏感なものですどうして私の T リンパ球がどうして私のうちにどういう思いをしたから私を攻撃するそういう T リンパ球に変わってしまったのかどういう種類か少し当ててみてください間違っても大事です もう間違う確率が多いですが T リンパ球がどうして私のどういう意思に反応したので話してみてくださいますかもう死にたいああもう,もう生きるのが大変だ辛いもうこのこれだったらもう。 早く楽にもう死んだら楽になるんじゃないだろうか自家免疫性性格ですねあの方ももう本当に優しいです自家免疫性性格はみんな優しいですもう死にたいそれから何ですか 死にたいというのはただ死にたいという心を抱くこともできますが私は死にたい心はないですがティーリンパー Q はこの人は死にたいと思っていると判断して反応することができますどういう場合ですかそれが過労です私は死にたい心は ありないけどもう過労すするのです寝るべき時には寝ないで休息も取らないでそしたら T リンパ球がどう思いますかこの人は死に死のうとしているそしたら皆さん、うんうん、どれが本物ですか私が行動でするのが本物ですか頭にあるのが本物ですか行動に表すのが本物です私が本当に 死にたいものではなければそれほどの過労はしません私が過労する理由はあお金をもっと稼がないとでお金を稼ごうと思ったら私の命をあなたの命を犠牲しなければなりません命を犠牲するのが見えると T リンパ Q はそ,れをその状況をどのように解釈するかと言いますとこの人は命よりはお金のために 自分の命を犠牲しているので、この人は死にたい人だ。で、T リンパ球が変わります。それで、快活な人が、明るい人が、外形的な性格を持ったものも、こういう病気にかかる可能性がある理由は、社交的ですがあまりにも欲張りです。一番にならなければならない。 人よりも勝らなきゃもっといい車を持ちたいもっと大きい家を持たないけれどもそうするともうお金をもっと稼いでそうしようと思ったらもう過労してもう押し通してそうしていますともう社交的な人でも T リンパ球が誤解します誤解じゃなくてそれが合っているのですだから T リンパ球がああ 私みんな集まって会議をしてみよう、それでこの人がどうしてもこう死のうとしているけど、私たちが協力してあげないといけないじゃないかという結論が出て、T リンパ球がじゃあどこを攻撃した方が一番助けになるだろうか。そして腎臓を 攻撃しよう目を攻撃しようというようになるのです。それで、どれほど現代医学的な治療、T リンパ球を殺す治療をしても、T リンパ球は皆さんの骨髄の中で続けてもう生産されます。生産されて、私の意思は心の中にある意志は変わらないので、T リンパ球は続けてそういう自家免疫性を帯びた非正常的な T リンパ球に 変質しますこのように皆さんの体は皆さんの心と直結されています。だから、だから皆さんががんと闘病しているならば本当に心にいい心を抱かなければなりません。1週間たりともこの 死の思いが入るとき、特に若い女性、部屋に閉じこもって一人でいるとき、死の思いがもう攻撃してきます。<coughs> それで、お昼食べて、いますと何かが、お腹が少しよけない、あそこで、チクッとすると、ああ、お 忙しくなるそれ想像の翼を広げますそれで痛みが始まるあ呼吸が入りに来たみたいだそれで息を深くしてみてそうなるとこれは何になりますかいわゆるハイパーベンテレーションというのになってもう,もうめまいがしてもう倒れそう それで、ああ、これはダメだ。もう、救急車を呼ばなければ。それで、もう一人で、思いの中で、救急車も呼び。わかりますかそれで、一人で、想像の中で、救急室も行き。それで、どこまで行きますかある時は、お葬式場までも行きます。私は死んだ。それで、 お葬式に行きますととにかく女性たちは本当に変なところに関心が多いです。缶の中にいますとお葬式で缶に穴があってこう見るとこの夫の隣に変な女性が立っているのです。でこういうそれで夫はもう奥さんのために 花を買っておいしい果物があってもう桃があるので買ってきてねえと入ってくるのにこうなんか気に入らないんです夫がもう,夫もう男はもう気が狂いそうです男はもう単純だからあんなにもう頭が回りませんで果物と花と思って もう喜ばなければならないのに買ってきたのか、うん、あなた私死んだらすぐ結婚するだろうするでしょうこういうふうにしたらその女性は死にます。いつもするのは何ですか死の思いしかしません。はい。そうしたら T リンパ球はもう力ありません。 それで,ですね心を収めたら心を収めたら勝つことができるのですだから、だからこの心を治めるためにコントロールするために神様の御言葉命の言葉命の真理が必要であるということではないでしょうか。 それが大事なのです。それで、過労したり、ある場合は、もう病気になりたい。病気になりたい。どうしてですか夫が憎いと、もう病気になりたい。病気になると。で 病気にかからずにご飯を作ってあげることができないのでご飯作ってあげたくないのです。音がもう飢え死にしなさいと言ったらいいけどねご飯を作ってあげたくはない場合は多いです。で、で優しい女性なのでもう病気にならないでご飯を作ってあげないのは両親の呵責があってところが 憎くてもうご飯を作ってあげたくないそうすればもう病気になるしかありませんそうすると T リンパ球が集まって会議をしますこの病気になりたいのではないのそうしますとまた助けてあげないとそれでこれがですね女性の中に甲状腺 機能更新症にかかる人たち、甲状腺炎ですが、甲状腺に炎症が起こりますか私は昔医科大学に行っているときから、その、どのようにして甲状腺機能が更新されるか、炎症が起こりますか機能がもっと良くなるのです。良くなるのです。そして甲状腺ホルモンがもっとたくさん生産されるのです。これは矛盾じゃないだろうか 甲状腺の機能低下症は甲状腺の炎症が来てそのようにかかりますとそれが理解できますがどのようにして機能がもっと良くなるのですかそれはおかしいなそれで私は研究を少ししてみました甲状腺機能更新がどのように来るのか甲状腺機能更新というのは甲状腺ホルモンが必要量以上に たくさん過剰生産される状態を言います。そうなるとどういう症状が起きますか現れますかもう眠れません。甲状腺がもうよくもう出るともう雑念があり眠れません。あらゆる思いがするのです。もう寝ようとして電気をつけたらもうあらゆる思いがこうして明日どこにいてショッピングをして何,の何をしての。 これはもう,もう頭が回りフ,フィルムが回ります。それ甲状腺機能更新症。眠れずにそうなるのでエネルギー消耗,消耗がものすごい大きいです。もう寝ないでも考えることです。それでお腹が空いて食べ物をたくさん食べます。そして甲状腺ホルモンが新陳,代謝新陳代謝を早くするのでたくさん食べるのに その体重が低くなります。体に力がなくなります。そして後で,でど,んど,んどんどん震えます。こういうのはその甲状腺機能亢進症ですが、私が研究してみますと炎症を起こすものが T リンパ球です。自家免疫性病気だから T リンパ球です。T リンパ球が炎症を及ぼす。 起こすこすすとは理解できますなぜならばがん細胞も攻撃して殺すことができるのでその細胞を破壊する破壊する正常な細胞も破壊しますから炎症が起こると甲状腺機能が落ちなければならないのに落ちる場合は低下症といいますか機能低下症これは機能が上昇するのですそれはどうしてだろうか と調べてみたら T リンパ球が本人の意思を重んじて甲状腺機能炎症を起こして同時に甲状腺機能をもっと刺激して上昇する物質を作って甲状腺に与えるので甲状腺機能が更新するのです。 そしたら皆さん、甲状腺機能亢進症はどういう女性によく現れるかといいますと本来からとても速い行動を持っている人たち女性、ただ女性の中で皆さんとても人を女性を見たら女性は少し遅いちょっと態度が遅いちょっとこの女性は速いです、行動が。 のしょさせたら本当にできそうな、女性電話も,もう2つ、もう、にす、もう、つももう、もう、もう、二つのところに電話をしたり、こう。で、女性は、どん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 と違い同時多発性がありますん、ど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 んど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 ん もう一度に一つを考えないけれどもあ、ちょっと待って,て、ちょっと待って。何か考えててる時は。男性は、テレビプログラムなんか私みたいな人は、私は見始めますと、深く考えながらその裏にそういうのも判断しながら見るのでですね。それで集中して見ているとですね、私の家内はですね、それも知らないで、ね、面白いどうして そうしてるのそしたら私は答えはしなければならないに今は集,集中しなければならないしもう葛藤が起きますそれでよく聞くとですねちょっと待ってと言います <laughs> ね私たち男性たちは一つすればですねそういうつしかだから昔はもう男性は囲碁するともう自分のうちもう家燃えても大丈夫だと思う ねえ火事だと言ってもあ少し後でね。でそれで,ですね、喧嘩するようになります。ところが女性同士はそうではありません。女性同士はみんな同時多発的にお互いに通じるのでいつどういう質問をしても答えが出るようになっています。女性は本当に興味深いです。 男性が想像することのできない超能力を持っています。女性の3人がここ、ここ女性3人が話して、ここを女性3人が話すと、男性は私たちの3人の話しか分かりません。しかし女性たちは自分たち3人で話して、あそこでどういう話しているか全部分かります。これはですね、男性から見ればこの、これはもう超能力です。 それでまたこの女性がまたまた中に入ります。いや、それはそうじゃないんだってとか。で女性たちは同時多発的にもう題もテーマもグループも変わっても変化が本当に富みます。本当に面白いです。だからこの男子たちは昔から集中、集中力があります。集中力があって男性です。 もう食べさせなければならないじゃないですか。そのために仮に行ってですね。仮にもう洗濯物みんな乾いたのかと考えたらいけません。仮に行ってですね。もう鹿が一匹あるけど集中しなければ食べさせることはできません。しかし女性は集中したらいけません。もう家に仕事が多いです。で集中するとですね。もうご飯も 燃えてもう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 干しているのにもうもうもう何でおむつを変えながらまたそのご飯ができたのかもう洗濯物はどうなる干物はどうなったのか全部だから男性は女性が見るときはもうバカですもう本当にもどかしいですだから男性は集中だけするので冷蔵庫を開けても 全部見えません <laughs>、ね、私はカバンを持つ生活が多いでしょうかいつもカバンを持ってどこにどこにあるどうして見えないのか分かりませんして女性はカバンの中に何々何々全部頭の中に入ってますしかし私は男性はそれがうまくいきません だから甲状腺機能更新症に入って T リンパ球が甲状腺の機能を更新させる不思議な物質を作って甲状腺に与えると甲状腺の機能が更新しますが主にこの病気にかかる女性はこう早く動く女性です。 早い人ほど周囲の人たちが褒めます。仕事をしますが、もう遅い人はもう一日中するので、一時間で終えて1、一、二の仕事をもう全部パ,パパパパッとするのです、す昔ある人のようにですね。その そのお店をした。これは、ね、とても優しい。あの,あの人ですね、あの女性。で、そうしたら周囲の人たちが褒めます。万能女性だ。そういう女性をスーパーウーマンと言います。もう何でもよくします。もうすぐです。 もう,もう奥さんのショッピングも上手で奥さんとして教会でもこれをしたりも全部上手ですうまくしますもう全部します本当にもう,もう楽しい周囲でも褒めますだからそういう女性たちは褒めることに中毒されます 褒めななななければ生き甲斐がなくなる人になりますわかりますかだからすべてのことをするとき何かを願ってやります。褒められることだから家もきれいにしたけどもう褒めてくれる者がいなかったらしたくない。面白くない。 そうしていますと褒められるために私は過労します。ある場合は寝ることもしません。完璧になすためにそうしていますと甲状腺ホルモンが必要以上にたくさん必要になります。そうしますと T リンパ球が会議をしてこの人はスーパーウーマンになりたい。スーパーウーマンになりたい。 寝る時間がもったいないなと思うだから眠れないようにするために甲状腺ホルモン甲状腺にいて刺激をして甲状腺ホルモンをもっとたくさん生産するように、えー、助けなければならないのではないだろうかそれで甲状腺機能更新症にかかった女性を見ると大体そういうタイプです分かりますか 女子大生はもう学校に行って学生会長生徒会長もしてもう,もう,もう教会の学校の教師も女性教会の会長もう仕事が多いです全部上手ですそうしてあまりにも疲れたらもう休みたいもう何にもしたくないそうしたら T リンパクト級がせっか T リンパ球はもう休みたい。そしたら私たちはもう、甲状腺機能更新を中断しよう。そしたら、甲状腺機能低下症になります。で、主に、だから、更新から始まって、機能低下になります。で、こういうのも全部本人の T リンパ球が本人の組織を攻撃して、そのように、 現れるる起きる病気です本人の何によってですか本人の意思によって分かりますかさてそれでパーキンソンシ病気もありますパーキンソンシ病は,はどのように起きたかといいますと本人のティリンパーキューが本人の脳に行きますその脳の中にこの ドパミンという物質を生産する遺伝子があります。ドパミン。ドパミン。ドパミンはエンドルフィンよりもっと気分よくするものです。エンドルフィンは、ははは,は,は喜ばせるもので、ドパミンは、うわあこういうものです。だから、パクチさん、わおも,うもう、もう、右に行きました。 サッカー選手ですね、のシュートゴーリンという時うわーこれがド,ドパミンです。そのドパミンが出たら、シュートゴーリンといったらも、もうわーといって何が出ますかもう踊りが出ます。踊らせる、そういう物質。 踊る時心がどうなりますか溶けます解消されますもう本当にもう気分が悪くてもシュッとゴーリーンと言ったら気分が良くなりますだから奥さんたちが高い指輪を買ってほしいという時パクチューさんがその1ゴール入れるまで待てばいいんですそしたら 音の心がドパミンの故に固くなった心が溶けてもう柔軟性がわかったわかったもう買ってあげるもうそれぐらいもうドパミンが出たらドパミンが主に麻薬にの作用がある時ドパミンそれでドパミンが十分に出て 初めて心と体が全部一緒に柔軟性を帯びますそれで人のことをよく聞いてあげたりそういう人はドパミンがよく出る人たち人を理解しドパミンがよく出る人たちですハーキンソン脂病は私自身の T リンパ球が変質されて私の ドパミンを生産するものを選んで殺します。ドパミンが足りなくなります。そうしますと、人がわーというのがありません。パクチさん、シュートゴーリン。それでもこうじっとしています。もちろん、憂鬱症はセロトニン。 心を楽に落ち着かせる遺伝子が消えることであるエンドルフィン遺伝子消えるメラトニン遺伝子消えることですがパーキンソンシ病はドパミンを生産する細胞自体を T リンパ球が破壊してドパミンがよく生産されないようになる病気です結局自家免疫性病気は 病気が治るためには回復されるためには T リンパ球の中に変質された遺伝子が正常に回復しなければなりません。だからパンキスンシ病はどういう人がよくかかるでしょうかどういう性格の人がよくかかるでしょうか内省的な人。基本的にそうです。 柔軟性のない人<え>機械的な人はいそうです機械的な人もう少し考えてみてください受動的威主義的な心がもう喜んでもわあこういうのはなく何何そんなもう何そんな そう,いうそういうふうになって喜びをあんまり表さない人喜びを表すと権威が落ちるようなのでだから私が皆さんの前に立っていろんなもう分別のないもののように振る舞うそういう理由は何かと言いますとその権威主義がでないからですだから 私が権威主義だったら私の職員によって気をつけ休めこれから注意事項言うこういうふうに生きる人はちょっと硬くてドパミンを必要としないもう驚くそういう必要がありませんだから下で T リンパ球がこの人はドパミンいくら待っても必要なさそうだ そしてだから、もう言って、もう年を取りにつれて、この心が硬くなり、より一層、権威的になろうとするので、権威主義になりたい,たいけど、ドパミンが妨害となるので、言って、ドパミン生産細胞を破壊してあげるのが、助けとなるのではないだろうか、となるのです。 だからこういう自家免疫性病気がど,どうしてできるのか分かりますね自家免疫性病気は過労する時もそうですし内省的でなくて外交的な性格のにもあるにもかかわらず自,自家免疫症にかかる人は自分を虐待する人たちです食事もも 悪い食事しても、わあ過労したりも、健康を信じて、お酒もたくさん飲んで、そうすると T リンパ球がこの人、いいのは全然食べないで、全部体に良くないのだけする。そしたら外交的な性格でも、自家免疫性、病気にかかる可能性があります。だから皆さんがこのようにニュースタートをして、 インフラを健康に引いてあげるとそれだけでも T リンパ球はこの人生きようとしている生きたい本当に行きたいようだこの人本当に拍手しているわこの人もう歌をもう活発に歌っているそうしながらどうしますか T リンパ球が解放されますそうすればやがて T リンパ球はこれ以上 目にいて目を攻撃する必要もないし毛細血管を攻撃する必要もないし攻撃しませんそうしますと損傷されたすべての炎症になっていた T リンパ球に攻撃されて破壊されていたその細胞が再生されます始めますそれでパーキンンソ氏病気も 治ることができます。またドパーミン、ドパミンが生産され、元株細胞から再び再生され、壊れていた腎臓、壊れていた目の組織、壊れていた毛細血管が全部再生されて、再婚ようにのように完全に回復されます。再婚君が皆さんもう本当に。 がこのもう外交的です、ね、に本当に本性は内政的でしたさん男性今、一人で,です、ね、皆さんも治ることはできます。カモンドの方言で,です、ね、そう言っていますが昔はこういうのを到底できませんでした。昔はお母さんが 本当に素晴らしかったですこれはどうしてこんなにそのサワンが5歳の時でしたどうしてこんなに晴れ,ました,晴れたと思いますがソウル大学病院で入院していましたが腎臓を保護しようとしたら T リンパ球を殺さなければなりません T リンパ球を殺すとステレ,ススレドホルモン プレデゼンゾロンという薬をたくさん与えました。そうするとこのようになります。腫れます。もう赤く腫れます。もう腫れてですね。それそして老化現象が早くきます。真っ赤くなって顔が赤かったです。毛細血管がもう,もう拡張されてもう本当にめちゃくちゃでした。ところが どうしてこういう病気にかかったかというかとても内省的ですだからお母さんがこの子を連れてきて乳砂糖を習って家に行ってここの時間表をそのまましたのです朝起きたら水2杯飲んで心配投げ捨ててこうまたお祈りしてそれからストレッチング体操してもうできることを全部 順番通りにしましまたそれでご飯つけてやってもう食べて講義を受けて講義を受ける時をもう歌っていやーもしてそれで外に行って運動をしてお昼食べて午後は十分に休んでまた講義を聞いて夕食食べてまた講義して食べ寝て 同じようにした本当に素晴らしいお母さんですお母さんここにいますねお母さんも関節のとてもひとかたですお母さんが全部自分が健康になりましたそれで私の息子も治ることができるっていう希望を持って確信を持って続けて お母さんです主にお母さんが出て証しをしました皆さんに勇気を与えるためにある日私が「さワわんあなたも前に出て出よう」そしたら「もうもう行きたくないのです」「もう本当にもう手からもう汗が出る」「冷や汗が」 これでは再発だ、これは。今、少し子供だから赤ちゃん一時的に治ったのであって、こういう性質をそのまま持っていたら、これはもう,もう少し多かったら学校で子供たち関係の中で、ああ、そしたらまたかかるのです。だから私が捕まえて説明しました。あなたの性格だから。 これを直さなければならない。はい、で私は本当に頼みました私もこのイ・サング先生も子供の時笑えずに鏡見て笑う練習をしたんだあなたもしてはい分かりましたそれでこの子完全に変わりましたそれでこのように前に出てですね話すことができるようになりました。 でままた再発しません皆さん変えることができます変えることができますだから皆さん一足踏み出すのが大変です踏み出したら一足皆さん 奥さんにね、ね今日おかず、本当においしかった。これが出ないのです。この一言が言えないのです。おいしいけど、どうしてでしょうか、そのプライドとかいろんなのがちょっと恥ずかしいし、ちょっと語らないのが自然だから、ところがそれが内省的な人に自然なものであって。 わあねこれ、本当においしいしかし、これ話すのが本当にところで、その恥ずかしさをこう取り除いたらどれほど優しいか分かりませんもう奥さんがもう涙ぐみます、うちの旦那がそういう一言はあまりにも感動的です、分かりますかそのように皆ささんしてみてみください してみてみくださいここに男性、あの内政的な男性います。ちょっと話してみてください。もうこう、ちょっと、うん、してないようですで。だから奥さんのような人は違うので、先生、私の音、病気治して、私は何でもします。 どうしても外交的です。ああいう方は決して自家免疫病気にはかかりません。もし先生、狭心症に関して話,あの話してくださいとかもう度胸、雪があります。それ,それからまた自分の過ちは全然知らない女性がいます。 全部人の過ちに思う人、そういう女性いますね。そういう女性はまた、こういう自家免疫症にはよくかかりません。かからないで、主に高血圧、突然心臓麻痺、そういう性質に合うような病気にかかるのです。わかりますかそれで、皆さん。だから、 ああ私の心が変わらなければならないこういう風になって始めてください私はいつも自家免疫症の話の中で話す一人の方がいますがアンジェラという本当に優しい方ですがとても悪い姑にあってものすごい苦労しましたこのアンジェラは 聖堂で教会で一番優しい人ですでシュート名はあまりにも悪いシュート名で噂ですがそのもう結婚を反対したけど家族を反対しては私はその家に入って私はシュート名を変えますそして実の母が許して結婚しましたがそのシュート名がもう 挨拶結婚式をして、お互いに家族挨拶をしているのに、お辞儀をしたら、あなたが私を帰ると言ったのというのです。その時から、迫害が始まりますが、言うに言われないものをいじめるのです。本当に韓国の姑、その嫁を悩ます。 シュート目見たら本当にベータ派です。ベータ派長。ベータの中でもベータ派長です。どうしてそれをどう悩ますのかで。最近はもう最近は嫁がまたシュート目を悩ましたりするそうです。だからシュート目はが韓国ではもう完全にもう木が落ちてしまった。で嫁がシュート目を。 とにかく女性たち、少しちょっと平和を作り出したらどれほどいいでしょうかちょっと平和を作り出すものは幸いである。だからそれでところがアンジェラがいくらよくしていてももっといじめるのです。アンジェラは諦めました。そしたら 姑はもう怒ってもう高血圧でチューブにかかって倒れましたで上左が来たので右半身不随になって言語中枢が破壊されて話せませんああしかなりません言葉になりませんそうするとこの 嫁は悪い嫁だったらもうこれはよくそうくこうなったところがこのアンジェラは優しい嫁なので私の罪だ私の過ちだ私が続けて諦めないでよくしたらこういうことにならなかったのにそれでアンジェラが決心しました私はこれからもっとよくしようそしたら神様はこの罪を許してくださるでしょう だろうそれでアンジェラはもっとよくしてあげます。どれほど大変でしょうか昔健康な時よりは違います。お風呂もしない時の服も着替えなければならない。もう小便、大便もしなければならない。ご飯も足せない。もう死にそうです。昼、夜となく。ところがアンジェラは本当に優しい人なのでそうすると罪を許してくださるだろうから。もう だから信仰が誤っているのです。一生懸命しますが死にそうです。である日とご飯を食べさせようと思ったら少しシュート姑に少しなんか流れてアンジェラが手でしましたがガーンと噛んでしまいました。アンジェラがあまりにも痛くてもう自分も知らせてもう頬を叩きました。姑の。 あまりにも大きく笑う女性はそれでもう大変になりましたもうよくしようと思ったのに姑の頬も叩きましただからもうこ,う,いうこの罪は神様は決して許してくださらなさそうです だから神様は私に罰を下すだろうと信じましたそうしたら T リンパ球が打ちであこれは罰を受けなければならないらしいそれで私たちは罰を作り出さなければならないだろうかそしてリウマチス関節炎が来ましたそれでもう,もう指が腫れてもう膝が腫れてもう動けません もう旦那は驚いてこれどうしたこととか男性も知らない男性はバカです愚かなんですこういう複雑なことが起こっているのに男性は知らないのですその夫はそのお金はたくさんあるのでもうソウル大学病院のセブランス病院 行っても,もう解決されますどでもアメリカに連れて行って、ハーバード大学に行っても、一流世界最高の治療をしても、もう薬は同じです。T リンパク殺す。全部同じです。アンジェラの心は私は罰を受けて当然だと思っているのに、神様が下した罰を私が薬を飲んで治す。で 薬を飲むことは在籍感を感じるのです。こうなっているのです。でどういんなしても効果がないのです。それで旦那はお手上げして韓国に戻ろうとしていましたが、誰かがニュースートに行ってみなさい。それで、旦那が私に連れてきました。夫が、おもうそれはもうと夫の話を聞いたら、これはもう自家免疫性、病気。 もう姑にもう本当にとに悩まされてしかしその詳しい話は知りませんもう法を打ったりもうそういうことは知りませんそれで私は考えてその中に複雑なもっと詳しい内幕があるだろうかからその話を聞いて 少し慰めて、そうすると、この回復に、T リンパク遺伝子の回復になるだろうと思い、ちょっと、ちょっと大変だったらしいですね。その姑に、はい。それで私が、口をあこう上げて、大変だったらしいですと言ったら、 もういいえ違います大変だったではありませんです私の姑どれほどいい方なのにもうその爪も入らない隙もないこの女性は私は姑がいいという話が私は優しいという話です分かりますか自分のプライドを立てるのです自分の自尊心情プライドで私がこうこうこうしてこのようになった と思うのが嫌なのです。人間的に座って話しても助けとならない。ああ、だから。仕方ない。神様に語らせよう。私は聖書を開きました。それで、何をお見せしたかと言いますかっ言いますと。ルカによる福音書。六章の。 音書6章のその神は6章の35節6章の36節自分は神様を権威主義だと思っていた私がそれを見せますと優しい人は祝福を与え悪い人は呪いもう罰を与えるしかし悪いものにも 慈しみ深い方である私の顔を見るのです。どうしてこういうことがありえますか私はもう分かりました。この女性は本当に優しい女性だけど、在籍間に囚われている。罰を受けなければならないと思っている。そそれで私はその次 マタイ二十六章イエス様が十二弟子を連れていて最後の晩餐をする場面が出ます最後の晩餐 またイニル福音書二十六章最後の晩餐二十節さて夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれたみんなが食卓を 食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切る。イエス様はすでにこの食事をする前に、すでに十二弟子の一人のイスカリオテのユダが自分を裏切って売り渡すのが分かりました。ところが、ここを見ますと、それにもかかわらず、イエス・キリストは、 何,何人の弟子と一緒に座っていますか ?12 人の弟子です。私がイエスだったら1人の弟子はもうのきます。それはもう招待もしません。それでリサンゴは11弟子と一緒に座りますがイエス様は全部ご存知で12弟子とどのように座りましたか 共に座った、一緒に座った、愛しているという話です。憎かったら一緒に座りたくないです。別に座ろう。別々に座ろう。あなたは向こうに座りなさい。一緒にしたくないです。しかし、イエス様はそのイスカエルリオテのユダ、まあ、さえも一緒に拍手。 あなた方のうちの一人,人が私を売るであろうそれぞれ一人ずつ聞きます。主よまさか私のことではないでしょう。いや違う違うを神様イエス様は11回しました。誰しか残っていませんか ?12 番目イスカリエ予定のユダだけ残っていました。 イエスを売り渡すユダがラビオ、私ですかあなた方の一人だと言ったね、11人違うと言ったので、それにもかかわらず、私ですか私がイエス様だったら、そうだ、このやつとか、もうこの顔に鉄板を敷いたのかとか。 本当にもうそれでイエスは答えた。いや、そうだ。あなたが言った通りだ。彼らが食べているとイエス・キリストを祝福してさっきデスタチに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。多分イスカレットのユダは一番最初に取って食べたでしょう。一番その 近くにいたのであるから、聖書を見ると罪が多いところに恵みがもっと多い。ただ優しい人にはまあ愛たくさんあげなくても、どうせ優しいから、しかし悪いのは愛がもっと必要だという思想が聖書の思想です。それから また、杯を取って、祝福して、彼らに、あなたが全部これを飲みなさい。また、26章の27節です。12人全部です。私がイエス様だったら、みんなしません。これは罪を許すために、多くのために流す私の血罪、すなわち罪を許す約束の血である。 これ二十十二人みんな飲みなさい私がイエス様だったらあなた方はこの杯をみんな飲みなさいあなた方はこの杯を飲みなさいイスカリオとのユダあなたは少しやめなさいしかしイエス様はみんなこの杯から飲みなさいみんなを入れないとイスカリオ イスカレー予テのユダは飲みません。自分が責められるのでイスカレー予テのユダまでも飲ませたいと思ったので意図的に「ミナと言われたのであります。<laughs> はい、この時、このアンジェルがもう泣き出しました。 私がイエス様だったらあなたはもうダメだとかイエス様だったらこのように全部飲みなさいと言わないであなた方はこの杯を飲みなさいまたイスカレートのユダもあなたも飲みなさいと言ったらちょっと恥ずかしいだからもうその恥ずかしくしないようにみんなひっくるめてみんな飲みなさい ここで神様のイエス様の愛が感じられませんかイスカエルとのユダみたいに自分を裏切る者も引きとどめてその杯を飲ませたいその神の心アンジェラがもう泣き出して先生ありがとうございますそうしながら そしたら私をもう飲んでもいいですかどういう罪をたくさん犯したのですかと言ったら自分が姑の法を打ったと自分のせいでチューブにかかってそれで私がいくらそれでも法を叩いたそのぐらいでイスカレートのユダよりはずっと罪が重くないから安心してください。 ああありがとうございます。それでもう罰を受けるところから解放されました。拍手。これは真理ですか真理。皆さん、過去にどういう罪を犯しても神様はそれをきれいに許してくださいました。それを信じてください。 その時愛の神様の光がその T リンパ球の中に入ると命の息が入ってその延期その配列がまた整理されますか神様の命の息を受け入れたのでその T リンパ球に働いて回復されて T リンパ球は正常に変わってこれ以上殺さなくてもいいです薬飲む必要はありますかありませんかそうして 損傷された、炎症とか関節組織はだんだん,だん,だん再生されて、皆さん完全に回復されました。完全に回復されました。それで、このニューサーと抗議テープを持って韓国に来てみますと、このシュートメは看病人を受けましたが、本当に悪い女性、 を置いいてても毎日叩かれていますそれで嫁が来たらどれほど嬉しいでしょうかで姑が今まで悪い看病人に叩かれたで私は罪をたくさん <laughs> その多いので悪い看病人が来て私を罰を下すのだと思っていたのですところがアンジェラが嫁が持ってきたテープを聞いてみると 自分みたいな悪いものも神様は愛してくださって脳細胞を再生して治すという確信ができてアンジェラがそれの時から愛でもって看護師たらニューサートを一緒にしてシュートモが脳細胞が再生されて言葉が話せるようになって立って座れるようにって後ではもう 杖を持って歩くようになったのです。一緒にニュートをして。だから、病気、ニュースサトは病,だ病気だけ治るのではなくて人を変えます。それでアンジェラと姑は世の中で二人もない、これとないいい仲となりました。それが。 結局はアンジェラの病気も神様が治し、メの病気を神様が治るようにして、またアンジェラと姑の関係も神様が回復してくださったのです。さて、驚くべきことが起こりましたね。私は本当にもう驚くべきことが起こります。やってみましょう。 ニューートしてみてください。ニューサートしてみてください。驚くべきことが起こります。ニューサートしてみてください。健康食をしてみてください。健康食をしてみてください。驚くべきことが起こります。健康食をしてください。 運動してみてください。運動してみてください驚くべきことが起こります。運動をしてみてください,清い水を飲んでください。清い水を飲んでください。驚くべきことが起こります。清い水を飲んでください。 日光にあたってください。日光にあたってください。驚くべきことが起こります。日光にあたってください。節制をしてください。節制をしてみてください。驚くべきことが起こります。節制をしてみてください。 き綺麗な空気を飲んでください。綺麗な空気を飲んでください。驚くべきことが起こります。綺麗な空気吸ってください。休息を取ってください。休息を取ってください。びっくりすることが起こります。 休息を取ってください。神を信じてください。神を信じましょう。おどびっくりすることが起こります。神を信じましょう。ニュースタートしましたら、ニュースタートしましたら。 「驚くべきことが起こりました」「ニュースアートしましたら」「ニュースアートしましたら」「いや。